今日の料一。こんにちは。はい、こんにちは。のりぼよです。はい。というわけで、速報です。皆さん、聞いてください。うん。なんとね、面白いアイスが発売されました。はい。それがこちらでございます。ででん。べーん。ベビースターラーメンオンアイス。はい。何ですか、これは。何ですかね。はい、ベビースターラーメンオンアイス。これがバターキャラメル味。おぉ、こんなのあるんだね。これ、なんで知ったのこれ。ギガ人だっけ、ロケットニュースだって、うん、で、ニュース速報が来てびっくりして、うん、買ってきました。なるほどね。はいはい、これロケットニュースで情報入手したんですけど、うん、なんと前にね、クレーンの景品になったらしいんだよね。クレーンゲームの景品だったんだ。そう、びっくりした。溶けないの、冷蔵庫になってんの。そうかもしんない。そういうのあったんだ。じゃあ、入れてみるよ。中身入れてみます。せーの。お、カレーか。あれ、うわ、え、本物が入ってる。モロじゃん。モロだね。まさか予想外、そのまま入ってました。混ざってんじゃないんだ。そうだね。確かにこれベビースターラーメンオンって書いてあるけどね、本当にオンだ。オンだね。混ぜてみましょう。混ぜてみますか。中身を切る。おん、開発者の方はなんでこんなもん作ろうと思ったんだろうね。甘じょっぱいっていうなんかインプレがあったけど、本当だ。こんな感じかな。すげえ。なんか間違ったもの取ってる気がするんだけどこれ。確かに。じゃあこれでいただきますね。はい、いただきますね。はい、いただきます。いただきます。父ちゃんもいただいてみます。本当にこっちもこっちも入ってる。最初びっくりした。これびっくりした。うん、びっくりするんだ。びっくりするよね。味覚はびっくりした。これちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとベビースターだけちょっと食べてみよう。うん、あ、ベビースターだ。純正だ。純正だ、うん、一緒に食べてみて。見て、そのアイスだけ。アイスは、あ、アイスは違う。アイスは違う。お、アイスの味が違うぞ。本当だ。なんだろう。そういえば調べたときね、うん、なんと醤油が隠し味らしいんですよ。隠れてない、全然隠れてない。めっちゃ表に出てます。あのね、醤油アイス、うん、これを混ぜると醤油アイス、どっかで食ったことあるな。うん、でしょ。全く分かんない。もうなんか、味がすごくてになってます。もう一度。どアイスかと思ったら、キャラメルポップコーンなんだよね。キャラメルポップコーンの味がして、なんでか醤油。キャラメルポップコーン、確かにね、そうそうそう、うん、キャラメルコーンかと思ったら、確かにキャラメルポップコーンなんだけど、うん、なんだろう、食べるごとに、うん、どん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 ベビースターが前に来るね。前に来るね。あいつじゃない。これはベビースターだ。じゃあ例のもの出してみる。うん、こう思ってベビースター買ってきました。いやいや、これはね、うん、アイスの方が負けると予想したんだけど、うん、ベビースターの人に勝ってんだけど、増援が必要ならむしろアイス。そうだね。じゃあ、かけてみますね。甘じょっぱい。よいしょ。お母さん、このアイス甘じょっぱいよ。いきますよ。ベビースター追加。追加決まりだ。父ちゃんもどうぞ。俺もない。このね、うん、アイスのこのベビースターがね、うん、最初の段階ですでになんか湿気てるの。うん、これドライな、元気なベビースター。うん、長いね。これが入ったらさあどうなるか。なんかそのまま食べるとね、なんかさらにおかしくなるね。長いの入りました。あ、もしかしてこれかサクサクのアイスかな。お、サクサク、これ楽しみだ。よいしょ。お、いただきます。ん、うん、うめ。あ、こっちの方がうまいよ。合う。これ別にしてた方がいいんじゃない、これ。そんな気がしてきた。うん、
なんていうのか、最初から入ってるとね、なんか捨てちゃって、うん、なんかね、なんかね、うん、うん、これはうまい。あ、これ合うわ。うん、オイベビースターは必須。オイ醤油とかやったらどうなっちゃうんだろう。とりあえずこう、そこまでとりあえずどこか。はい、おいしい、おいしい。うん、あ、これはいいや。ベビースター加えるとうまくなるよ。そうだね、足しながら、ちょいちょいとベビースター足しながら、うん、そしたら長く楽しめるしね。うん、うん、冷静に考えてやっぱり不思議な味ね。そんな気がする。こんな感じで。はい、というわけですごい面白い味でした。これおすすめ。これは、うん、絶対これ、おい、ベビースター追加で頼んでください。じゃあ、皆さんも試してみてください。これね、絶対ね、はい、2人とか3人とかみんなで食べて盛り上がりましょう。はい、はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございました。